ちゃんちが言っていいのか。イエーイ。チャンマイティーなんてさかんビエンナムサカンコン、はい、アディティレオ、ラオ、ネイサカンに、ミエンナー、イエーイ、サヌサヌ、行きましょう。はい、ということで私は今週はベトナムフェスにやってきました。早速すごいな、人がめちゃくちゃ多いの。ハイフェス並みに盛り上がってますよ。ここではカラオケ大会やってたり。ここではね、スマホが当たるらしいです。すごい、スマホが当たるんでしょ。すごいね、豪華じゃん。なんかクレーンゲームとかいっぱいあるよ。マジブースがめちゃくちゃ多くてすごい、動物園の道みたい。キラキラペンもあります。どこ見る？私あの帽子が欲しいんだけど。ここは何？なんかもうすごい、本当にブースがいっぱいある。お祭りみたい。こっち行くか、とりあえず。マジ先々週のね、タイフェスぶりぐらいにすごい人ですよ。盛り上がってますね。なんかモバイル系がマジで多いね。 Wi-Fi とか SIM ばっか。 Wi-Fi とか SIM が多い。日本トラベルだって。え、なにこれ、参加すればプレゼントがもらえるって書いてあるよ。わ、すごい人並んでる。なんかいるよ、かわいい。かわいい。かわいい。イエーイ。キャワずっと並んでるんですけど、突然ライブが始まりぐちゃぐちゃになりました。なんていうことなんでしょうか。再開しないの不明。なんか抽選だったよ。私持ってないよ。ということで、めちゃくちゃ難しかったです。難易度やばすぎます。これ入る人いんの？いないでしょ。難しすぎました。はい、ということですごい大大大大にぎわいですね。私はですね、ベトナムは行ったことがないんですよ。すごく行きたいってずっとつぶやいてる気がする。それぐらいベトナムは行きたい国です。やっぱご飯が美味しいじゃん、ベトナムの。なんかヘルシーでさ、食べやすくてさ。昨日はね、日本、東京ですごい大雨でも台風もあってね、一時はどうなるかと思ったんですけど、無事に開催できてよかったですね。登録しましたよ。航空券が当たるんだって。すごいね。試しで航空券が出ますよ。オリジナルグッズ、オリジナルグッズでした。可愛いのができました。どちらがよろしいでしょうか。羽ばたいている方か、正面から。あ、こっちで。こっちで。ありがとうございます。ベトナムエアラインさん
んのオリジナルグッズをもらいました。シャコ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 、こっちはクーポン券だって。これつけて歩くか、行ってみましょう。羽ばたいてない方をもらいました。キョキョキョーン。ステージもありますね。何なんだ、でも日本だね。ね、ジャパンだ。あ、そうです。あ、よくお構い。あ、いくいく。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、めっちゃ冷たい。どうしよう、硬すぎて食べられない、これ。硬い。失敗した。え、買った。これやばいわ、硬すぎてやばい。あ、いい感じに剥けてきましたよ。いけるかな。いただきます。あ、めっちゃカマキリなんだけど。買いました。何なんだろう、つるっとしてる。全然取れん。いきます、いきます、いきます。うまっ。こうだ。アロエマナカ、ブースがめっちゃ多いね。すごい、お店もいっぱい。よし、じゃあ見に行こう。すごい、バインミーだ。バインミー、バインミーですよ。バインミー、バインミー屋さんなんですね。バインミー屋さんしかないね。バインミー屋さんしかないんですけど、すごい。でもここだけめっちゃ行列だよ。有名なお店なんですかね。なんか人一店舗だけ、これほらやばくない、めっちゃ並んでる。バインミーしかないね。フォー、あれフォーか。もう今日めっちゃ暑いからね。フォーを食べたとて暑いよ。マンゴージュースはないのかしら。あ、あった、マンゴージュース。ライチティーだって。レモンティー、甘そう。パンタン茶、パンタン茶、パンタン茶。ミックスチェー、わかんない。ミチチェー、なんか美容ぜんざいって書いてあるよ。ぜんざいだって。ちょっとすごい変わったレッドブルを見つけました。これレッドブルですか。はい、ベトナムのレッドブルで、こんなのちょっと味が違う。なんかレモンティー美味しそう。私レモンティー飲みたいかも。結構高級品ね。ちょっと買ってみよう。イエーイ、レモンティーです。ベンナンレモンティー、いただきます。優しい。甘っ。これ好きかも私。マナオがすごい強い。プライム、マナオ。美味しい。生き返る。あれ、あれ買えばいいんだ。あのマンゴーのやつ。難しい。チャイラモエル。買ってみました。タイにもあるんだよね、こんなやつ。いざ実食。あら、ご飯家食べてください。塩やばい、これ。あ、塩辛いか。塩い。あ、でもしょっぱいって。塩 800%。
漬物みたい。お漬物。塩分補給に。めっちゃいい。フルーツ。はい、プラム。スーモモーラス。はい。辛しい。これで甘いマンゴーですよ。これも美味しい。美味しそう。間違いない。絶対美味しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとって言ったけど、結構。いけられた。プラムでした。いただきます。うまっ。何もかけないのがいい。辛さ。うん。塩。ということで、私はうちわを手に入れましたよ。熱。ドナムフェスやラオスフェスと違って、すごい現地って感じ。うわ、これもめっちゃ並ばなあかん。はい、てな感じでベトナムフェスでした。